ノヴゴロドの聖ソフィア大聖堂19世紀に作成されたヘーメンズ・ノヴゴロドの聖ソフィア大聖堂は正教会の大聖堂。ロシア正教会に所属しており、ノヴゴロド大主教区の主教座聖堂である。ヤロスラフ一世の子、ノヴゴロド公ウラジーミルが、ノヴゴロド初の石像の聖堂として1045年から1050年に建てた。聖ソフィア大聖堂との命名は、キエフにある同盟の大聖堂の荘厳さの再現を願った公の望みの表れとされる。このため、5つの神堂と3つの後陣を持つ巨大な聖堂が建てられた。ただし、クーポルは13個あるキエフの大聖堂とは違い、5つのクーポルがピラミッド状に接近して作られ、階段塔の上にもクーポルが置かれた。このように、クーポルが減ったことで、最高部分が減り、堂内は相対的に暗くなり、堂内において光と影の対比がはっきりとする効果が生じている。また、クーポルの数と構成は垂直に分割された外壁とともにどっしりとした印象を与える。内装はモザイク模様ではなくフレスコ画を用い、大理石や装飾石板は用いられておらず、キエフのものに比べてより質実かつ簡明なものとなっている。これらのキエフの大聖堂からの変化は、経済面の要因から来るものとしてではなく、300年後に最盛期を迎える記念碑的造営物を得意とする、ノヴゴロド派の誕生として捉えられるべきであるとされる。無神論を標榜するソビエト連邦下では、反宗教博物館とされた。ノヴゴロドのクレムリンにある他の建造物とともに、第二次世界大戦では損傷を受けた。スペインの義勇兵部隊である青師団の本部が大聖堂に置かれていた際、ドーム状の十字架が砲撃によって落下し、これはスペインに持ち去られた。ペレストロイカ後に宗教政策が緩和されたことに伴い、1987年にはラフマニノフ作曲の聖コンクヨ安聖体礼儀が東聖堂で歌われた。この作品が正教の聖堂内で歌われたのは、この時が初めてであった。1991年になって、大聖堂はロシア正教会に返還された。2004年には、第二次世界大戦中に、スペインに移されていた十字架を、ロシア正教会に返還する旨を、スペインのホセボノ国防大臣が発表し、同年11月16日、十字架は返還された。2005年から2007年の間には修復もされた。ありがとうございます。